今回はクークー定番屋の赤カレーラーメンってやつですね。赤カレーとね違うやつなんですね。どっかでね緑のカレーと、緑のボタンとね、緑のタヌキと赤のキツネみたいな感じですね。では、これのクークー定番屋の赤カレーっていうね、もう色合いがすごいすごいってわけでもないけど、まあ、こんな感じのちょっと吸ってしまいましたけどね、辛さであります。ではもう生姜の辛みがすごくて、あとはあれですね、唐辛子の辛さがピシピシピシってきますね。あの皇帝ペンギンのね、YouTube で皇帝ペンギンっていうのが有名なライダーがいますけどね、あのパンダと一緒にやってね、で必ず最後になるとねパンダに向かってねペチペチしてやるっていうんでね、そのペチペチがこうペチペチしてやるみたいな感じですよね。だからね、あの皇帝ペンギンがねこういうクーグー定番やるってねペチペチしてやるって言って、唐辛子をたくさん入れてペチ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 みたいな、そんな感じですよね。ではなかなかこういいなっていう感じで、こうね非常に赤くてね、こう食べれば食べるほど辛さがじわじわくるんだけども、でもまあなかなかの美味しさで、あとこの花がつおっていうんですかね、かつおじゃねえや、あの独特なあのスパイスがねこう香りが開けた瞬間にバーッとするんですよ。でそれで同時に辛さがあって、この何とも言えないね麺の辛みと赤みが、この効いててすごいスパイスっていう感じですね。昔ねゲームでねピコピコのスパイスっていうのがありますけどね、そのスパイスじゃねえよみたいなね、あれはスパイクだよみたいなね、あのスパイスとスパイクがね、あのごっちゃ混ぜになってますけどね、ぜひ赤いのを食べてねスパイクっていうね、CM を作ってほしいなというぐらいね、でもそれぐらいやっぱりこうあの赤みがこうバーッとこう効いててねすごい赤いんだけど、あの飛びからのスパイスっていう赤いんだけど、まあ最初はそんな赤くねえかなと思ったんだけど、まだ食べてるうちに徐々に赤みがこう増してきましたみたいなね、なんかねそうするとねちょっと言い方がねあれですよね、赤みが増してきましたって言うとなんか火曜サスペンスのね、火曜サスペンスのタンチャ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 ンみたいなね、だん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 ね、恐ろしいのがね伝わってきましたね。でそれで山村美沙サスペンスでね、海洋サスペンス私がやったんですみたいな感じでね、あの海岸の絶壁のところで問い詰められてね、うわーって最終的に犯人が投げ出すんですよ。いつも海岸の上ですからね、海岸絶壁のところでいつも犯人がね
今まで隠しに隠しとしてるんですけど、刑事さんとかね、あるいはその探偵みたいな人にこう問い詰められると、もうね、船越さんあたりで、ね、問い詰められると、もう何も言えないです、ね、言えないけど、ね、私がやったんですよみたいなね。でそんなあの保険金見当てとかね、あるいはもうね、保険金見当てで、ね、憎たらしかったからとかね、あとはあのあれですよね、あのあいつが有名になってて憎たらしいんだみたいな、そんな感じでね、でそんな感じであの火曜サスペンスになっていくんですね。だから火曜サスペンスってのは恐ろしいですよ、あれね、もう至る所で火曜サスペンスってのは恐ろしいですよ。電車に乗っちゃうね、電車に乗っちゃえば襲われるわね、街中行っても襲われるわね、海外旅行に行っても襲われるわ、どこ行っても犯人がいるみたいなね。もうそれこそ名探偵コナン君を呼んだ方がいいんじゃないか。コナンとか金田一をね、常に警護してもらって、その上でお暮らしになった方がいいんじゃないかってぐらいですね、それぐらいやっぱ危険に満ちていますね。それが火曜サスペンスで見せてみたいですね。でそのようにもうものすごくあの火曜サスペンスの刺激的な、ドラマのようにこうこの辛さも刺激的な辛さでぐわーっときますね。でそれでいてこうなんていうんですかね、こうなかなかの美味しさで、麻婆の味が効いてね、うん、あの豆腐の味というか麻婆の味が効いて、なかなかいい。でも麻婆っていう場合には豆腐が入ってねえじゃねえかというツッコミがあるんですけども、麻婆という場合にはね豆腐が入ってないですから、これが唯一豆腐入れてほしいなという、感じです。確かおかずラーメンで豆腐を入れてたやつがあったはずなんで、まあ、これもね、空空定番屋もね、やっぱ豆腐入れてほしいなって思います。で、空空定番屋って言うと、やっぱカレーっていうね、あのカレーとご飯ってイメージがすごい強いんだけど、こういうふうに、前はうどんを出したりとか、こういうカレーを出したりすることがあるんですね。でもなかなか、それの良さが、ココカレーっていうね、あの、私、空空定番屋って言ってしまうんだけど、まあそのココカレーのね、味わいの辛さがいいなっていう感じです。どうもありがとうございました。